こちらは4歳の子どもと生後半年の赤ちゃんがいる4人家族の1日の食事をイメージしたものです。ここにかける3と書いてあるのは子どもを含めた3人が食べますということを意味しています、はい、朝ごはんのメニューはハムエッグ美味しそうですよね。ただ実はこれがこちら、こんなに値上がりしたんですね。後ほど見ていきますけれども、9月から食料品を中心に2067品目値上げされました、2023年の値上げは原材料エネルギーの高騰が主な要因となっているということなんですね。今月で2067品目ですもんね。多いですよね、そしてこちらに記載されていますのはこの赤い部分ですね、記載されていますのは、値上がりした商品を使った場合の3人分の値上げ額、ということになります。例えば朝ごはんのハムエッグであったらハム、そしてパンであったら上に塗っているマーガリンが値上げしたということになります、他にも調味料であったりいろいろなものが値上げしているんですが、赤ちゃんの食事ですね。大事ですよ。生後半年の赤ちゃんの粉ミルクで換算しますと1日38円もアップするんです、1ヶ月でいうと1000円以上というところですかね。大きいですよね、そしてこれらすべて合わせるとこちら、1日177円のアップ、1ヶ月に換算すると5319円も増えてしまうという計算になります、なんとか工夫して乗り越えていきたいですよね、では長岡さん、値上げして生活に負担がかかるとなった場合、一番に思いつく対応策ってどんなものがありますか？節約したい。そうですよね。ですね。やっぱりそれも大事なんですが、今回は違うんです。こちら。バスケ日本代表に学ぶ逆境に負けない力、値上げで取られたら稼いで取り返すということで、ちょっと強引なそんなことないです。ターンオーバー、今ですね、クラウドソーシングという新しい働き方の形も広がっているんです、例えばアウトソーシングというのは、業務を外部委託することなんですが、クラウドソーシングというのは、そもそもクラウドは群集というのを意味していて、つまり企業が不特定多数の業者や個人にインターネット上で業務を発注する業務形態のことなんです、そして今回はある子育て世代のママ向けのママワークスという求人サイトに登録している女性に取材させていただきました、こちらの求人サイトですね、例えば子どもが急に病気になってしまった時などに柔軟に対応してくれたりとか、ママにとって働きやすい求人を紹介しているところなんですね。じゃあ短期的に働けたり、ちょっとこうパートタイムみたいな形でもお仕事ができると、で担当者によりますと、物価が上がるとされる月に登録者が急激に伸びるそうで、現在は39万人が登録しています、節約もそうなんですが、新たな収入を得ることで値上げの波を乗り切っていきたいということで、一体どのような働き方なんでしょうか。福岡市中央区に住む佐藤恵子さん、夫と4歳の息子の3人暮らしです。妊娠をきっかけにイベントスタッフの仕事を辞めました。現場復帰をしようかなと思った矢先に、今度はコロナ禍でできなくなって、精神衛生上も良くないし、だらだらしちゃうし、お金もなくなるしっていうことで、オンラインとか家でできる仕事を探してましたね。選択肢も増えてきてますよね、佐藤さん、家事が一段落するとパソコンに向かい始めました。SNS の記事作成をやってました。いろいろ情報収集に追われております。以前、美容の広告記事を書いていたこともあり、企業の SNS 投稿文を書く仕事を請け負っています。午後2時半。はい、登ります。一旦仕事の手を止め、息子さんをお迎えすると、じゃーん。あ、でもちょっと食べてるじゃん。遊びに夢中なうちに再びパソコンに向かいます。24時間何かしらのお仕事が自分でしようと思えば配分できるので。言い方悪いですけど、後ろめたくなく仕事ができる感じなのが一番かなと思います。1日平均1時間気になる1月の稼ぎは、最近ちょっと仕事を任されることが増えてきたので、3、4万ぐらいかな。
まあ、大体このぐらいあればいいかなっていう感じで、自分の生活リズムに合わせて仕事ができるっていうのがとてもいいところだと思います。まあ、これはまあお母さんのみならずだと思うんですけど、まあ、家事だったり育児に当たっていく中で合間合間で、あ、意外とこの時間でこれだけ稼げるんだっていう驚きがあったりとか、はい、あとは自分の才能がそこで発揮されたりとか、ね、新しい可能性にもつながりますよね。うん、佐藤さんのケースですけれども、平日平均1時間で3から4枚、まあ、月ですけれども、はい、結構生活の足しとしては大きいですよね。大きいですよ。ただまあ専門的な、ね、うん、あの才能が問われることかもしれないですし ね、いろいろ、ね、挑戦してみてもいいんじゃないかと思いますけれども、ね、選択肢が増えるのはありがたいことですよね。はい、ただまあフリーで働くということはバイトとは違いますので、はい、税申告などは自分でしなければなりませんので、うん、そちらは注意していただきたいと思います。はい、まあ、うまく工夫しながら、ね、値上げの波を乗り切っていきましょう。